松本選手ですね。松本選手で、松本選手も病院に入ってまいりまして、今日の放送の方もそうなんですけども、昨日走行中にブロックグリルのパーツが落下しました。何が起こったかは書いてないですね。フロントグリル系のパーツとか、まあ、グリル交換とか、まあ、ピースみたいなものですけど、今日は車を壊さないように、頑張りますということで、1本目のメーターに残ってたので、いいタイムが起こっていると思いますけど、それも移動相談の原因になっております。車は全くの脳